about this girl? I mean, there's like a lot of things I'd probably start with.こんにちは、もうすぐ41歳になるあさりです。今回は綺麗に年を重ねたい私の秘密についてご紹介したいと思います。すぐに結果は目に見えなくても、5年後10年後の自分のために小さな努力を積み重ねるのが大事だと思っています。ぜひ最後まで楽しんでいってください。今日は皮膚科でメンテナンスの日。レーザートーニングを月に1回施術してから早2年が経ちました。今では肝斑はなくなり、トーンアップと肌質が滑らかになりました。ダウンタイムはほぼゼロで、予定の前にも受けられるのがとっても気に入っています。今の時期は特に紫外線が強いので、飲み薬も忘れずに。その後無印良品でお買い物をしていきます。今日は夏でも気持ちがいいワッフル素材のベッドカバーを探しに来ました。このマルチクロスは自然なきなり色と大判でいろいろ使えそうなので、こちらに決めました。無印の植物コーナー、あんまり今まで気にかけていなかったんですけど、こんなに充実しているんですね。気になる商品がたくさんありました。お目当てなものを買ったので、今度は下の階に行きます。バターチキンカレーってこんなにリニューアルされてたなんて知らなかったです。食べ比べができてすごい面白いですよね。そして夏といえばレモン、私の大好きなゾーンがやってきました。夏は苦手ですが、大好きなレモン味の商品がたくさん出るので、そこは待ち遠しくもあります。気になる本屋さん、この日はお休みだったので次は行ってみたいです。そして雑司ヶ谷の方まで足を伸ばしてお昼ご飯を食べたいと思います。こちらはもともと行きたいカフェがお休みで急遽探した場所だったんですけど、またまたいい出会いができました。飾ってある絵が可愛くてすごい癒されます。店名の通り、緩やかに時間が流れているような、初めてなのにリラックスできる空間でした。何やら発見、バナジュです。私はバナナジュースが大好きなんです。そうこうしてたら来ました、ハンバーグ。この湯気見てください。飲み物は青森県産のリンゴジュースに決めました。出来たてほやほやで、食べる前から絶対美味しいと確信しました。それではいただきます。これ本当に美味しくって、めちゃくちゃお肉も柔らかかったんですね。なので本当にこの美味しいっていう気持ちをその瞬間に誰かと分かち合いたくって、すごい悔しいなと思いました。一人なので、なんか美味しいって妙に騒ぐこともできず、なのでハンバーグ好きの友達にもすぐにおすすめしました。で、あとこのキャロットラペがほんのり酸味が効いていて本当に美味しかったです。お肉はフォークで切れそうなほどすっごく柔らかくって、もうフォークの進みが止まりませんでした。でこのポテトもとっても美味しくって、私は皮付きが好きなので、それもすごく嬉しかったです。おすすめしたいという思いが伝わればとっても嬉しいです。続きまして、また腹ごなしで再び池袋まで歩いてきました。西武に来たら決まった私のルーティーン、屋上庭園を楽しみます。
ここは日比谷花壇さんがやっているグリーン専門のショップになります。すごいいろんな種類の植物がたくさんあって、本当にこう回ってるだけでもすごく面白かったです。あ、ウツボカズラ、かわいい食虫植物ですよね。この中に虫をおびき出して食べてしまうというとっても怖い性格をしています。360度至る所に植物が飾っていて、本当に都会のオアシスっていった感じでした。今日はまつげパーマをしにやってきました。はい、まつげがぐんと上がって印象的な目元に近づきました。まつげパーマは月に1回ぐらいのペースで通っています。ビューラーいらずで時短にもなりますし、ノンメイクでも目元が印象的になるのですごくおすすめです。その帰りに成城石井のパトロールに行ってきます。視聴者の方から教えていただき、ドハマり中のリッチヨーグルト、あとおすすめアイテムを2つご紹介しますね。まずこちら、いちごバニラくるみです。美味しすぎて止まらない、食べ過ぎ注意なお菓子です。このカリッとした感じの歯ごたえもすごく好きです。で、2つ目がこちらのバターミルクパンケーキ。甘さ控えめなので、クリームやフルーツなどトッピングするときにすごくよく食べています。成城石井は海外の商品も多いので見ていて楽しいですよね。特に紅茶やハーブティーは毎回行くたび新しいものが出ているので、すごく試したくなります。朝洗顔をします。このジョンマスターオーガニックのプリファイングクレンザーが、メイク落としも洗顔も1本でできるっていうものなんですけど、朝洗顔にもすごくおすすめということで、これを使って朝洗顔するようにしています。気になる T ゾーン、鼻の周り、顎、全体ではなくって、この油汚れが気になるところだけをこうくるくる回していきます。そしたら少しずつお湯を足していって、乳化して洗顔していきます。そしたらこの紙のタオルで顔は拭くようにしています。決してこすらず、こう顔に当てるような感じで優しく水分を拭き取ります。ナイトブラについてお話しします。私は5年前ぐらいからナイトブラをつけ始めているんですけど、よく言われている通り、年齢を重ねたり、あと夜ノーブラで寝ていると、重力に逆らうので胸がこう横に流れるような感じになってしまって、胸の形が悪くなったり、本来胸であるべきお肉が背中に流れてしまったりとかっていうのを防ぐために、このナイトブラを使っています。で、今私が使ってるのがこの2ハッチのホックなしのタイプのナイトブラになるんですけど、私の、希望としては、寝てる時も違和感がないようにホックがないのと、あともちろんワイヤーも入っていないで、デザインはシンプル でどんなルームウェアにも合うように、ここはあんまりこう詰まりすぎてない程よい空きがあるもの
ていうので選んでこちらに決めたんですけど、これも分かる通りここがゴムで一切ホックやワイヤーは入っていないです。こうレースがとっても可愛いですし、色合いも結構いろいろあるので好きなお色を選べると思います。で、中にこういう感じので、これのおかげか結構見た目以上にその胸のお肉をこう寄せてあげてくれる。でそれが寝て朝起きた時も横に崩れてるような感じはなく、ちゃんとこの上向きで形を支えてくれているので本当にすごいなと思いました。でお値段が3000円ぐらいなのでとってもおすすめです。やっぱり5年後の自分の胸のために今からこういうケアをするときっと5年後やっててよかったなと思えると思うので、まあ、見えない対策をするのも大切だなと思っています。今日はヘアメンテナンスの日。最近はだいたい同じオーダーで赤系にカラーリングと顎ラインの重めボブにしてもらっています。しかし今日は少し冒険をしました。どこかわかりますか？そしていつもお気に入りのシャンプーとトリートメントもゲットしました。その帰りお茶をしに田中邸にやってきました。ここは私レモンパイが好きでやってきたんですけど、この日はありませんでした。けどこのチーズケーキもすごい美味しいのでおすすめです。これフィルムがなかなか取れなくて、初めてカウンター席に座りましたが、たくさんのコーヒーカップを見つめながら食べるのも悪くないです。ここのチーズケーキは滑らかでとってもとろける感じです。一人で出かける時も必ずカフェやご飯屋さんに立ち寄るようにしています。で、できたら新しい場所にどんどん出向いていって、新しい発見や新たな出会いにつながるような行動力を身につけたいと考えています。一人でもとても心地がいい空間です。このカフェオレもミルクたっぷりで美味しかったです。そしてクイズの正解は顔周りにレイヤーを入れました。少しだけ変化をつけたくてお願いしました。腸にいいこと、腸活のために昆布茶を飲んでます。いつもはアイハーブで買えるカリフォルニアゴールドニュートリションの昆布茶を飲んでるんですけど、ちょっと今切らしてしまったのでカルディで売ってるこの昆布茶買ってみました。どんな味がするんでしょう。ちょっと今から飲んでみます。昆布茶1袋を 250ml の水で溶かす。水でも炭酸になりますし、炭酸で割るとより強めの炭酸感を味わえます。じゃあいただきます。それではいただきます。酸味は強めですけどとっても飲みやすいです。なのでレモンが効いてるレモンティーみたいな感じで、私は本当にレモンが大好きなので美味しく飲めるなと思いました。甘味料を使用せず昆布茶のシンプルな味を大事に仕上げました。17種類の乳酸菌とプレバイオティクスとしての用源を満たす食品成分であるフラクトオリゴ糖が入っている昆布茶ということだそうです。綺麗になるために腸活に力を入れているんですけど、あとデトックスですねに力を入れているんですけど、以前ご紹介したリンゴ酵母ジュースとか
あのこの昆布茶とか乳酸菌や酵母菌とかいい細菌類を体内に入れ込むようにしていまして、で中でもこういった飲み物で取り入れるのが一番簡単なのですごくおすすめです。で最近ではこういったカルディとかでも手軽に手に入ることができるので試してみてください。外側をきれいにするためにいろいろやるのももちろんいいんですけど、やはり年齢を重ねてくると中から内側からきれいであるっていうことを意識しないと外にも出てこないと思っているので、まずは内側をきれいに健康でいられるようにするためにどうしたらいいのかっていうのを考えながら日々生活しています。でその中でも一番手軽に取り入れやすいのがこの昆布茶を毎日飲むということになります。またすぐ会いましょうね。